坪田和夫です。現在慶応大学の眼科学教室、それからヘルスサイエンスラボで働いています。僕たちはドライアイを研究するときに瞬きというものに注目しました。人っていうのは瞬きをするたびに目の表面に新しい海を作って、目が乾かないようにいつも濡らしてるんですよ。瞬きが減ってしまうと乾いちゃう。例えばコンピューターやってると乾く。今度は逆に乾いてくると、瞬きの回数を増やしてなるべく目を濡らしとくという保証メカニズム、コンペンセーションメカニズムが働きます。で、これらを測定することによってその人のドライアイの状況というものが把握できます。今まで、血圧もですね、最初は病院って測ってたの。でも今自分で測るでしょ。こういうような、いわゆるセルフチェック、セルフモニターのために、非常にこれ使える可能性あると。未来のね、病気だから分からないけど、何がパラメーターになるか。何か自分自身で自分を見つめるためのパラメーターがそこから出てくる可能性があると思います。例えば、患者様がいらしたら待合室で待ってる間にずっとかけててもらうと、その待合室の時間、今までは無駄だったんだけど、その待ってる時に、新聞読んだりとかテレビ見たりとか話してる間の情報がここに来て、例えばそういうものを元にしてですね、ドライアイなり、さまざまなアレルギーなりの、まあ、診断の補助にできたら、それは面白いですよね。ジーンズミームをかけてますと、その位置情報から動きの情報から全部分かりますから、その人がどういう生活をしてるかということは分かる。それから夜寝てる時も、動きませんよね、もちろん。だけどその中でレム睡眠といって、目だけは夢を見てる時はこう動くんですよ。とジーンズミームがあれば、これによって全てその人のサーカンディアリズム、体内時計を24時間強化することができる。こんなデバイスは素晴らしいです。自分は眼科医ですから、目を通して、世界を見ます。このジーンズミームを通して、目からの情報を通して、その人全体の健康、そういうものを全て見れるような研究ができたら素晴らしいと思っています。